邪魔よ。大変なことだ。考えては任せて。いや、そっち。逃がさない。はあ、しびれろ。足を止めないで倒せるかな。下げろ。冷静に、私が援護する。我が術で貴様の俊足を制しよう。いや、しばらく行った方が頼む。いいから早く来て。同じやれるぞ。身を張れ。走破。連携だったな。援護局といったところか。この元に叩き捨てる。後で見たね。やれるぞ。ラフレイズランド。バラバラにしてやる。受け入れます。炎よ、マッコガシ。問題はないな。これだけ遺跡が残ってる。どうしてレナ人は利用しなかったんだ。精霊力を集めるのに都合が悪かったから。近づかせないよ。もういくらでも相手になってやる。見ろ見ろ、こっちの番だ。任せや。終わりだ。自慢の瞬足は通じるぞ。マグナレン現実組みないよ。どこだ。部屋決め。足止めは任せたまえ。水車の道を温めたぜ。戦争外さないわ。やっと離縁水投げ払う。燃えよ。やっと戦争終わりだ。見て、小物に時間はかけてられないわ。ああ、どんどん倒すぞ。存分に力を振るいなさい。新たな武器に必要な欠片が揃ったか。お手並み拝見といこう。どこだ。下げろ。狙われてない。下げろ。死の精霊決めてやる。下げろ。空中で叩くのが難しそうだね。こっちだ。発信を奪って。これを奪って。私ならよくぶい。バリン、バリンを元に流星人。下げろ。どこだ。上等だ。やるなり大事なのに。早すぎるわよ。もう一度踏ん張りだ。どうにか倒せた。
ならないね。相手にしなきゃいいの。向かってくるものはしょうがないでしょ。シオンに救われた人はどれだけいるのだろうな。感服する。結構噂になってるらしいぜ。美人のレナに助けられたって。美人だなんて。これはパルフェンもうかうかしてられませんな。ギエンジン、私に任せてよ。鉄が道を作れ。緑のセッサー、アクアターペント、ビバリンストリーク決めて。この弾丸で。はい、とかせ。はしゃぎすぎた。まだまだ行くわよ。こうも飛び回られてはな。分かってる。私ここで。出ない。終わりだよ。これで。終わりだ。やるか。くらえ。やれるぞ。もう終わったのか。この辺はやけに大物が多いな。水場もあるし餌も多そう。ズーグルには理想的な環境なのかもしれないわ。そんなこと聞きたいんじゃねえって。
た方が身のためだぜ。任せてくれ。やれるぞ。私が止めるよ。鶴ぼこり。よく氷だ。フリーズラッシュ。大飛ばれるぞ。やめとに任せてくれ。相手の術を使うか。まだ私は私に任せて。今だよ。やらくのせい。流水のたけり。あいつ取れないぞ。楽をさせてもらった。今のは高ぶったな。傷はないな。吹きすさぶミハグサールは曇り空。キサラ、これは死だそうだ。気にするな。
しなさい。打ち抜いてやろうか。なぎ払う。緑の盾は短くて出せないよ。輝き集いて最低の力となる。ここで奴に紛れ込むらしいよ。燃えろ。まとめて回復するわよ。やれるぞ。これで終わりだ。その調子で続けなさい。ああ言いたいことでもあるの。ハートレスパーク。ここまでだ。さて投げ払う。氷の槍を叩き攻め。闇を滅せよ。ランジャー、つまめ。ハートレスパークル。緑の挑戦は私が止める。お願い、サラ。アクアパーク。くらえ、アカエ。私に任せて。諦めて、下げろ。エアプレッサー。まずい、そう言われると。やれるぞ。檻の槍よ。やらせない。フリーズラウト。これで助けられ。この先に倒れないように決めて。これで終わりだ。私確実についてる。なんか機嫌いいな。不思議な力を感じるな。そろそろ牧場の動物たちが育ったかも。こうしてもらおう。くらえ、うっかめ、決めてやる。うまい、下げろ。お気遣いどうね。いつもの返礼だよ。かじたつもりも、返すつもりもない。どこだ、決めてやる。諦めて。私に任せて。決めてやれ。下げろ。全てを出し尽くす。切り開く。はい。支援長。はい。まとめて回復するわよ。はあ。あがくがいい。ハートリスパーク。火の精鋭を使いとらえなくなったら困る。これは温存。行くよ。自分で治せる。癒してが減っては困る。賢明な判断。やらせない。あげろ。握れろ。逃げろ。
この爪にできたか。ここまでだ。打ち抜いてやろうか。巻き込めらせないよ。はあ、行くわよ。闇を埋めつけよ。ロックブレイク。マグナレイ、はい、私に任せて。はい、マグナレイ、突っ込んでくるぞ。それを止めるために、この盾がある。分かった、任せたぞ。どこだ、叩きつけろ。やれるぞ。なあ、灼熱のバーンストライク。まだ伸びしろがあったよ。この匂いは牧場の奴らが育ったな。何かね、ジロジロと見て。シオン恒例の衣装審査だ。これがスルドの服。さすがとしか言いようがないわ。質の良さが一目でわかる。シオンにそこまで言わせるとは。指輪の数もすごいな。かつてのもらい物でね、安物だとは言っていたが。安物っていくらくらいなんだ。10万だったか20万だったか。10万って、俺の狼が10ガルトだから1000匹分。1万匹だよ。デュオハリモン売ったら豪邸が立つんじゃね。ひとまず食べ物に困ることはなさそうね。君たちは盗賊団か何かなのか。どうしたんだ、キサラ。微妙な顔をして。いや、それがいつの間にか所持金がかなり減っているんだ。こんなに使った覚えはないのだが。ああ、そういえば先日少し使わせてもらった。半分以上の金額を少しとは言いません。半分以上？何に使ったんだよ。思いがけずずっと探していたこの一品を見つけてね。その手元のガラク、いえ、個性的な形のものが。それ、うん、失われた古代のダナの遺物だ。おそらく祭祀か何かに使われていたのだろう。我々レナが占領して以来、この種のものは失われる一方だ。私としてはレナ・ダナの別なく保護したい。ダナの文化を保護。そういうことなら多少は目をつぶるべきなのか。腹の足しにもならないもんに金払っても仕方ないだろう。それにどんな理由である、みんなで稼いだ資金よ。勝手に手をつけるのはどうかと思うわ。こうしたものは機を逃すと二度と巡り合わないものなのだ。ティオハリム、お金は湧いて出るものではありません。そのくらい私だって知っている。知っているだけではなく実感してください。だいたいあなたは金銭感覚がなさすぎます。あなた一人の財布ではないのです。野宿をしたり食材を草だけにして倹約するのは私たちですよ。あ、いや、そこまで節約しなくても大丈夫。アルフェンは黙っていてくれ。あ、はい。浪費も倹約もほどほどにしたいわね。アルフェンの炎の剣って火のマスターコアから力をもらってるんだよな。ああ、そうだな。だったらティオハリムはなんで使わないんだ。地のマスターコアをということかな。ああ、だってまだ持ち歩いてるんだろ。マスターコアには300年にわたるレナの支配によって集められた精霊力が収められている。資格を得たもの、つまりスルドにしか扱えないとはいえ、放置するには大きすぎる力だ。スルドにしかってアルフェンとシオンは扱えてるぜ。シオンの体に埋め込まれていることと関係あるのかもしれん。本来起こり得ないはずのことだ。でもなんで持ち歩くだけなんだ。
君たちダナにとってレナによる搾取の象徴であるように、私にとってマスターコアは我が罪の象徴なのだ。先達がもたらした苦痛、悲鳴、私の無意の陰で行われた非道、その全てがこの中に凝縮されている。これは我が罪の証。使うことも手放すことも許されるものではない。デュオハリム、それでもあんたはダナ人の死をレナのそれと区別しなかった。レナもダナも等しく血を流し、その悲鳴にも違いはない。私は耐えられなかった。それだけだ。今さら。そういえばリンウェルの言ってた昔話ってどんな話なんだ？え？ああ、漆黒の翼のこと？大昔のダナの勇者の言い伝えだよ。初めて聞いたぜ、そんなの。私も知らないな。昔、ダナを死の国にしようとした悪い王様がいたんだ。ダナを守りたいという人々の願いを聞いた黒いフクロウは、悪い王様を退治できる聖なる炎を一人の若者に届けたの。その炎で悪い王様を退治して英雄になった若者は、フクロウへの感謝を込めて漆黒の翼の紋章を掲げたって話。レナが来るまではかなり有名なお話だったみたい。私たちが忘れてしまったということか。リンウェルはそうしたことに詳しいのだな。けどさ、炎で悪い奴を倒すってちょっとアルフェンみたいだよな。よしてくれ。それにフクロウに懐かれるならリンウェルの方がよっぽど適役だ。悪い王様をやっつけられたらいいけど、私は勇者じゃないし、フルルの翼も黒くはないよ。フル！よし、できた。みんな驚くぞ。ねえ、この煙何？敵の襲撃？ああ、目は痛いし、喉が焼けつく感じがする。なんだ？ガスかもしれないわね。あまり煙を吸わないようにした方がいいわ。ガスだと？卑劣な。いや、料理ではないか。どこの世界に煙だけで喉を焼く料理があるというんです？だがアルフェンが。敵の狙いはアルフェンなの？なんだと？くそ、奴らの好きにはさせねえぞ。最後まで聞きたまえ。アルフェンが料理をしている。は？もう少し香辛料を増やすか。火加減はもっと強くてもいいな。しまったな、香辛料が燃えてしまった。肉に油が乗ってるんだな。じゃあ裏返してもう一度。ねえアルフェン、あなた何をしているの？シオン、いいところに。ローストチキンを作ってみたんだ。みんなで食べないか？香辛料をたくさん使ったから刺激的でうまいぞ。ちょっと焼きすぎたかもしれないけど。アルフェンの料理が辛い理由が分かったよ。誰か何事も過ぎれば毒だって言ってあげてよ。それが彼の求める味なら無粋は言えまい。料理とは奥深いものだな。リンウェル、ちょっと話そう。最近フルルの飛ぶ訓練をしてないみたいだけど、いいのか？うん、キサラについてって魚を取ったり自分で調整してるみたいだから平気かなって。
フルールなりに手伝っているつもりなのかもしれないな。そうかも。いつの間にかフルールもみんなのこと仲間だって思うようになったみたい。リンウェルもそれでいいと思ってるんだな。うん、フルールがいてみんながいて、それが当たり前って感じ。それぞれ補い合いながらお互い大切に思っている。ある意味家族みたいなものかもしれないな。家族か。じゃあさ、アルフェンがお父さんかな。そんなに老けてるか。え、不満？じゃあお兄ちゃん、シオンがお姉ちゃんで、キサラがお母さん。なら父親はティオハリムか。ティオハリムはお父さんって感じじゃないんだよね。おじいちゃんかな。枯れてるし、時々説教臭いし。あとローは、弟はフルルがいるし、お父さんのわけないし、難しいな。あ、飼い犬？犬？犬は家族に入るのか？もちろん、フクロウだって家族になれるんだよ。でも、そう考えると今の状態って楽しいね。大所帯だけどな。そこがいいんだよ。これ以上危ないことなんかしないで、このままみんなでただ旅を続けられたらいいのに。リンウェル？あ、なんでもない。やっぱり私、フルルの訓練に行ってくるね。フルル、何かあったら呼んでね。任せたまえ。天然の裁きでサンダーブレード。エアプレッシャー。君の精霊術だ。絡め取る。当たれ。君の精霊術だ。ロックブレイク。気を出すまでもなかったな。天狗お願い。打ち抜いてやろうか。投げ払う。コース。クラディビール。終わりだ。生きるわ。ドクダ。マグナライ。ドクダ。ドクダ。逃げてやる。これで死ぬまで。何個目？バル。
容赦しないわよ。水車の合わせだ。パスを見出そう。打ち込む。終わりだ。倒れろ。そこだ。次。はあ。容赦のない攻撃だ。こう止まれるんじゃない。ここまでの相手だ。頼めるか。ロン。収縮。ライバル。やらせか。我が術で貴様の存続を封じよう。いや、しばらく行った方がいい。いいから早くして。火の精霊術よ。ファーストライク。私、強くなったかも。手並み拝見といこう。私なら落とせるわ。相手には困らないな。やらせない。アクアパーペント、そこまでだ。決めて。これで終わりだ。私、確実についてなんか機嫌いいな。合わせれば何倍もの力になるわ。Thank you.
屋上の奴らが育ったな。あんな廃墟見ちまった後じゃな。俺たちは解放のために戦っていた。だがどの国でもこうなる可能性はあったんだ。大きな力がぶつかり合えばそれだけ破壊も大きくなる。俺たちは運が良かったってことか。この国をこれ以上壊したくない。俺たちの手でスルドを捕まえよう。腹だけでなく心も満たす絶品の完成だ。シオン、少しいいか。私はもう一食するから先に寝てて。おはよう。行きましょうか。